驚きました。NHK 朝の連ドラ、カムカムエブリバディで、13年ぶりの連ドラへの復帰を果たすことになった。女優の深津絵里さん。名実ともに日本を代表する女優さんですが、最近ではほとんどお見かけしませんでした。そして、今回の突然の朝ドラでの復帰。一体、何があったのか気になって、調べてみることにしました。深津絵里さん。本名、深津絵里。1973年1月11日生まれの48歳。大分県大分市のご出身で、エンジニアの父と書道家の母と自分の3人家族だったそうです。堀越高等学校を卒業されています。深津さんが芸能界に入ったきっかけは、1986年のミス原宿グランプリに優勝したことがきっかけで、13歳で芸能界に入っています。そして、1988年、映画1999年の夏休みで、水原麗の名義で、スクリーンデビューしています。当時、15歳だった深津さん。彼女のことが世間に知られるようになったのは、なんといっても、JR 東海のクリスマスエクスプレスの CM。山下達郎の名曲、クリスマスイブが流れる中、真っ赤なルージュをつけた深津さんが、新幹線のホームで、涙を流しながら恋人を待つ、その胸が苦しくなるほどの切なすぎる仕草が反響を呼んで、JR に問い合わせの電話が殺到したそうです。翌年、公開された映画「満月の口づけ」では、ローマ国際ファンタスティック映画祭の最優秀主演女優賞を受賞して、早くも女優としての才能を示します。それだけでなく、深津さんは当初、深津絵里や高原理恵という名義で、アイドル歌手としても活動していて、ミステリアスな曲の時は高原理恵、ボーイッシュな曲の時は深津絵里というように、使い分けていたそうです。ミュージックステーションにも2度ほど出演されています。同期には、田村絵里子さん、島崎和歌子さん、中山忍さん、マルシアさん、川越美和さんがいたようです。その後も、順調にテレビドラマや映画に出演。そしてついに1997年、踊る大捜査線シリーズの恩田すみれ役で、一躍大ブレイクした深津さん。その後、日本アカデミー賞において、2003年映画アシュラのごとくで、最優秀助演女優賞、2010年映画悪人で最優秀主演女優賞を受賞して、日本の映画界において名実ともに不動の地位を築いています。もちろん、踊る大捜査線、彼女たちの時代、キラキラ光る恋の力など、多数の名作ドラマでも活躍した深津さん。ショートカットにその凛とした眼差しで、悩みながらも恋や仕事に一途に向き合う、新しいヒロイン像を作り上げた彼女。海外での評価も高まり、誰が見ても、女優として絶頂期にいたはずなのに、その高い評価と反比例するように、一気に出演機会が激減したのです。なんと、2016年以降の5年間で、出演した映画はわずか2本。テレビドラマに至っては、2011年の連ドラ、素敵な隠し撮り以降、出演したのは、2020年の単発ドラマ1本のみ。一体、どんな理由があったのでしょうか。もう少し調べてみることに。深津絵里さん。特に、2015年以降の彼女の主な出演は、2017年までは、年間、1本ペースの映画だけ。あとは、わずかな舞台とドラマでしたから、一時は10秒説まで飛び出したり、本気で芸能界を引退するのでは?と、そんな噂まで出ていた深津さん。気になるその真相は本人の口からは未だに聞くことができていませんが、ある情報筋によると、どうやら今回の突然の連ドラ復帰には彼女の母親が関係しているらしいのです。その母親の深津由美子さん、著名な書道家だったそうで、2015年に末期の肺がんで余命3ヶ月と宣告されたんだそうです。深津さんも付きっきりで看病しましたが、最後まで治療を拒否して、
痛みに耐え続け、書道家としての最後を選択されたそうです。まだ66歳での旅立ちだったとか。深津さんは大変なショックを受け、その後は仕事をセーブされていた。というのが真相らしいのです。ですから、干されたということではないようです。そんな母親が書に本格的に取り組んだのは、なんと40代中頃だったそうで、40歳の頃、同じく書道家の祖父の遺志を継ぐため、中国の上海大学に1年ほど留学し、免許を取得。歯ブラシや本気を使って、前衛的な漢字アートという手法を確立。国内外で活躍したそうです。著名な書道家として、亡くなる前年、東国宮文化本賞を受賞しています。石田ゆり子さん、中島みゆきさん、深津絵里さん。芸能界でも有名ななぜ結婚しないのか不思議な3人。それぞれ噂はありますが、深津さんはというと、今まで5人と噂になっています。シンガーソングライターの小沢健二さん、俳優の堤真一さん、妻夫木聡さん、三谷幸喜監督、そして現在がカリスマスタイリストの白山春久さん。この中で俳優の2人は深津さんのファンだったらしく、三谷監督も共演した後に深津さんのことをベタ褒めしていたということですが、その後3人は別の女性と結婚されています。あくまで噂レベルだという話です。しかし残りの2人は違うようです。その一人の小沢健二さんですが、ラブリーという曲は深津さんに向けて作った曲だと言われていますし、彼女のことを子猫ちゃんと呼んだりして、それこそ結婚間近ではないかと言われていましたが、結局は破局したということです。そして現在の彼氏と言われるのが5歳年上のカリスマスタイリストの男性、木村拓哉さんや反町隆史さんも手掛けているそうです。2006年に熱愛が報道されてからは、一緒にウォーキングする姿もスクープされています。深津さんの撮影のスタイリングは、必ずその男性が行っているほど、深津さんの仕事に欠かせない存在なんだそうです。なので、深津さんの撮影をするには、まず彼のスケジュールを抑えてからというほど、超売れっ子のスタイリストなんだそうです。2015年に母親が亡くなった時も彼女のことを支え、それ以降も家事もこなしてくれているそうです。かれこれ15年も事実婚だと言われています。現在も結婚という形をとっていない深津さん、何か理由があるのでしょうか。その理由としては、プライベートの時間を一人で過ごすことが好きで、一人でゆっくりする時間が取れないとストレスが溜まってしまうと本人が語っていますし、それに女優として大成功しているので経済的に不安がないこともあるでしょう。それと幼い頃から父親は海外勤務が長くて、母親とも1年で1回か2回しか会っていないような、そんな環境で育ったことも結婚願望がない原因ではと言われています。世の男性だけでなく、同じ世代の女性からも憧れの的の深津絵里さん、アラフィフですが、その透明感は全く衰えていません。カムカムエブリバディでの突然の復帰にネットでは待ってましたなどと絶賛の声が上がったのも当然だと思います。朝ドラ史上最高齢の48歳でのヒロイン役を一体どんな風に演じてくれるのか、その演技から目が離せそうにありませんね。これからもずっと応援しています。それではまた次回お会いしましょう。